今回紹介する本は、宇田博恵さんの、誰も教えてくれないお金の話、という本です。それでは、本の内容を紹介いたします。お金がないから〇〇ができない。お金があれ〇〇ができるのに、と、たくさんの人が悩んでいるお金の問題。私が著者の宇田博恵さんとお会いしたとき、彼女は、 ちょうどお金の問題と向き合っている最中でした。取材を重ねていくことで、お金の専門家であるファイナンシャルプランナーの方や、投資家の方にお会いしながら、悩み考え、七点八倒しながらも、自分が成長していく過程をそのまま原稿にしたのが本書です。お金に苦労したくないと思う人すべてに捧げる一冊です。では、ここで。 実際にこの本を読まれた方の感想をご紹介します。気になるところがよくわかる。住宅購入や保険、貯蓄など気になるけどよくわからないわーというお金のことを教えてくれるコミックエッセイ。教えてくれると言っても考え方のベースを教えてくれる漢字なのでこれを読んだ後にもっと勉強する必要はありますが、と、かかりとしては すすごくいいい本だと思いますお金がないなと思っている人家を買おうかなと思っている人保険の言葉もやっと気になる人などいろんな人に参考になりますむしろ社会人になったら早めに読んでおいた方がいい本かも主人公のダメパターンをベースに話が進むのですが結構身につまされるところが多く もっとこの本を早く読んでおけばと思ったりただお金の勉強をしていない人の目を覚まさせるための本という感じなのでお金に関する勉強はしているけどもっとというような人には向かないと思いますイラストも可愛く読みやすかったですおすすめです以上読者の方の感想をご紹介いたしました 興味のある人は詳細はこちらから実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたまた他の商品の紹介も見てみてください最後によかったらチャンネル登録をお願いいたします